金額無制限でお買い物する。え、どういうことですか。悩むな、ミスったな。こんなゆっくり見るもんじゃなかったな。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがスジくんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か、ミスった、ごめん。スジじゃないのかごめんごめん、ごっちゃになってた。アキレス腱とごっちゃになっててスジってなんか、わかんないけど筋肉の部位的なことですか。そう、うん、アキレス腱のなんか近辺にあるイメージ。そう、俺も曖昧だけど、アキレス腱でもないし。じゃあ上腕二頭筋ってこと。いや、なんで筋肉限定なんだ。さっきから体の部位とか。違うんだ。むずいな。ちょっと漢字で覚えないともうわかんないわ。やっぱ日本人だから。てか、まあ国語とかも受けてきてるし。試験の具が、まあ、具材の具。ああ、はいはいはい。で、志がだから、うん、志が高いの。ああ、で、それはなんとなく入ってきた。オッケーオッケーオッケー。具志、これは覚えやすい。で、剣が、お菓子の堅揚げチップスの肩と一緒だ。具志堅の剣って堅揚げチップスの肩なの。もういいよ、もう。外バージョンみたいな。いやいやいや、ボリューム下げてマイクに近づくっていう。あ、でもスッと入ってくるわ。何回かやったことあるの。いや、もう死ぬほどやってるだろ。いやいや、生きるほどやってるから。具志堅、はい、とりあえず伝説作っていこう。おっす。おい。今回外で、撮影させてもらうんですけど、ランバージャックさんですね。いえ、はい、自販機だろ。はい、はい、でもランバージャックさん、いつもお世話になってるランバージャックさん来てるんですけど、はい、もうランバージャックで、実はね、だいたい多分70本ぐらい撮ってるんですよ。ランバージャックだけでそんなにいってるんですか。もうランバージャックチャンネルじゃん、そんな。まあまあ言っても過言ではないかもしれない。そうそうそう、10分の1はランバージャックだから。あ、今700本近くあって。あ、じゃあそうっすね。そう、本当に去年の夏過ぎぐらいから撮影よくするようになって、だから、うん、それこそ1年間でって考えると、ね、余計にやっぱもうランバージャックがあってのこのチャンネルかなという感じになるんですけど、あんまりやってないかなっていう企画内容として。うん、もうすごいシンプル。ランバージャックで店長に挨拶しただけで、店内をまだ見渡してないんですけど、もうランバージャックに何があるか分かんない状態で金額無制限でお買い物する。え、どういうことですか。金額無制限でお買い物する。え、何があるか分かんない状態でってどういうことですか。やっぱその昆虫ショップって言っても、まあ極端1ヶ月すれば確実に、いろんなもの入荷してたり売り切れてたやつが入ってきてたり、逆にその入ってたくさんあったやつがもう売り切れてたりとか、生態もしっかりっていうのがあるから展開が早いんですか。展開が早い。そう、あれもうマンディブラリスあんないたのにもういないのとか、そう、逆に多くはいなかったのにこんないるのみたいな感じで、はいはい、結構やっぱ入れ替わりすごいの、やっぱ生き物って特に。で、特に用品とかもやっぱ生き物をやっぱ飼育されてる方っていうのはもう常に必需品だから、一人一個っていう感じじゃなくて、ね、そう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 、やっぱもう一人で何袋も必要な人もいるし、うん、そう、もちろん一袋で十分な人もいるしっていう、うん、それが今どういう状況かも知らない状態で一番プライベートな感じ。あ、なるほど。今までの動画で本当にちょっとフラッと来て、うん、だから普段の感じに近い感覚。あ、いいじゃないですか。うん、気が楽です、僕も。あ、本当に。はい。あ、でもなんかポイントポイントで、あの山口店長が生態持ってこれ何クワガタでしょうっていうのを具志堅には。やめてくれ。カメラできなくなっちゃった。いやいや、ごめんごめん、プレッシャーで。そう、それもなし。だからもう店長に会うのも多分レジで会うかどうかかな、ってぐらい、うん、シンプルな感じですね。すごいシンプルな、ただ無制限ね。そう、だから本当に欲しい生態いたらもちろんめっちゃくちゃ買うかもしれないし、生態とか備品とかも、うん、そうそうそう、備品もだから今まあ用意してるんで、お金はこれだけあれば大丈夫だろうっていうお金は用意してて、もし仮にそれ金額を超えるような生態で、あ、これすごい欲しいみたいになったやつとか、うん、あ、入荷してたんだってなったやついたらコンビニ寄るかもしれない。 ATM 下ろすかもしれない。そんなに。そう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 、だからもうほんと普段の一応なんか買い物ルーティンみたいなのはやったことあるけど、ああ、いやいや、そう、そう、まあそれに近い感覚かな、感覚で言ったら。ただ今回はランバージャックのツイッターも一回一時遮断してたから、
なるほど。もう見ないように。法政隊入ったんだとかいう話も見ないようにしてるから。そういう細かい情報が一応チェックしてるんですね、うん、日々。いやそれはね。さすがっすね。そう。何のためにフォローしてるんだよっていう話だから。じゃないと。そんなファッションで俺ランバージャックフォローしてないから。まあいくら使うか。だからもう逆にもうもちろんその今までで最高額使う可能性もあれば、ほんと数百円で終わる可能性もある。じゃあ飲み物だけ買うわ。じゃあこれだけ買って帰るのやめてくださいね。これが本当ポケモンよ。ポケットモンスター。 いいってもう。よし、じゃあ行きましょうか。はい、まあ、ここら辺正直あんまり見ないけど、チラッと見て、まあ、ワンビルとかも全然残ってるんだよ。そう、今年はめっちゃ少なかったからね。こういうあのインドネシア便っていうのは。インドネシアから来てて、あ、じゃあこんにちは。あ、じゃあそう何回か挨拶してるんだけど今日。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと普通にお買い物させてもらいます。あ、どうぞ。ゆっくりと。ありがとうございます。ちょっとまず喋ってるんですね。そうそうそう、普段はもうちょっと話したり、うん、近況報告的な。そうそうそう、普段はもう全然たくさん買ってとか 言わないから目では語りかけてカメラが回ったらやっぱ店長もスイッチ入る、ね、そうそうそう俺の生き抜く術はそこだっていうキャラ付けで、あとはもうここうちモモンがいるんで。ああ、ただこれね今ねすごいいただいたりもして足りてるから。へえ、餌ですか。そう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 、モモンガフード、これが大好物なんだよ。へえ、これを手に持ってそのモモって言うんだけど、モモに渡したらその時だけめっちゃ仲いい俺と。へえ、それ以外はもう知らんぷりする。禁煙の中なんですか。いやいや全然そう、なんか都合よく捉えられてる。そう、美味しい餌を渡す人みたいな。あ、ゼリーがないですよね。そう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 、今もうゼリーバーは一旦書いてあります。あー、あー、そうなんですね。そう、これ楽しいのにね、いろんなゼリーが置いてあって、カラフルな、そう選べるっていう、はいはい、子供と一緒に選ぶのも楽しかったの。まあ俺子供いないからあれなんだけど、まあ、多分楽しかっただろうねめちゃくちゃでかいな。肉そば材。あ、欲しい。多分瓦材。肉そば材はやっぱ売ってないね、どこもね。あ、売ってないんですか。西日本昆虫社さんでしか俺は見かけたことないかな。へえ。瓦材とか冷紙材は結構主流で置いてあったりする。めっちゃ太いなこれ。へえ。あれは購入できない。あれはもうここのアイドルだから。歴代の店長その学校の校長室、うん、そうそう、そんな感じな店長引退したらぬいぐるみみたいな感じになって飾られるから。あ、こっちに飾る。そう、あれ初代初代だけ特別だから、やっぱ吊るされてる吊るされてる。そう、あれ特別扱いね。そう、うん、財とかもね正直欲しいんだけどね。あ、そうなんですか。まあ、一旦こう見渡して、そうそう、財もやっぱ買える時に買ってた方がいいから。なくなってるの僕見たかもしれないです。そうそうそう、あっちのスペースに一本もないみたいなのが。そうそうそう、だからちょっと増えたね。あ、その 2,3 週間前行った時は。うーん、結局産卵マット欲しいな。え、なにこれ、なんか新しいのある。初めて見ました。あ、初めて見た。無添加発酵マット、これをさらに発酵させたりもできるし、二次発酵、三次発酵ってこれでも十分使えるけど、可能性が幅広いやつ。うーん、実際産卵セットを組むってなったらプロ土マットとかも他のやつ混ぜたりして、でもやっぱ粘土性高いと産んでくれやすいから、だからこれで卵を回収して、で栄養あるマットにとか。三森さんの棚。そう、うちのありがたいものにたくさん、もうだいぶ減って。坂田さんが買ったやつですか。あれ、いや、あれはオーリンかな。あれ、誰か買ったんだよね。具志堅じゃなかった、なんなら僕でしたっけ。うん、
具志堅が買ったやつの子供、あれ違うっけ、なんかね僕日本のやつ買ったような気がするんですよね。そうそうそう、伊豆の子ね。あ、以外も買ってなかったっけ。あ、でしたっけ。でもまあでもカメラマンの誰かが買ってくれ、買ったやつが生まれてきたっていう感じで、はい。そう、やっぱこの絵もねほぼ芸術に近いから。いやこれ落書きかと思ったよ。いやお客さんが違う違う、自由コーナーじゃないから別に、ちょっといじってやろうっていうお客さんがいたずらしてやろう。いや違う違う、本気で描いた俺の絵だから。あでも結構だから前に描いたやつかもしれない。あ確かにね、今5万人描き換えた方がいいのかな。うん、5万ちょっと、本当にありがたいことにね。おーすごいですね、歴史だよね。なんか3万人ぐらいの時に棚に出させてもらえるようになったっていう。あーもう始めたての頃っていう、うん、これはこれでいいね、個人的には。幼虫だいぶ減ったね。あーもっと、まあ、もうここまで、ここまでもうほぼ幼虫埋め尽くされてたから。売れたんですか。売れてるね、やっぱね。やっぱ幼虫からの方が価格的にも手軽だから、その欲しい生態意外と高いから幼虫からっていうのもおすすめだからね。実際ね、愛着も湧くし、やっぱ委託、その他のレンタルスペースに借りてる人、上のがここに出していいんだけど、自分で値札つけて、ここももうやっぱ掘り出し物みたいな、え、この価格でみたいなのあったりするから。こっちで購入したこともあるんですか、この棚。あ、全然あるある。ここは意外とちゃんと見た方がいいんだよ、下の棚まで。そうだ、別に例えば同じ種類だとしても下の段と上の段にあったりとか、そう隠れてたりするから。これ3つってはどういう組み合わせなんですか。やっぱ3ついたらオスメス分かれる確率が上がるみたいな、5だと余計にみたいな。だからなんか一般的に3ペア3頭みたいなのが多い。オスメスメスだったり、オスオスメスだったりとか、そう3いればまあ確率上がるかな。2分の1が3回繰り返されたら、うん、まあ、たまにオスオスオスとかメスメスメスもあるけど、はい、うわ、飯島増加部というでしょ、貴重な増加部と。だいぶ落ちたけど価格も、はい、最初の頃とか本当もう3桁に迫る勢い。カブトムシですか。そう、60万とかで見かけたかな俺は。もっと高かったかもしれないけど、あっという間に下がったり、あっという間に見なくなったりするから、あんなにたくさんいたはずなのにみたいな、もう最近全然見ないなみたいな種類もいたりするから。家島増加部とね、欲しくなっちゃうな。いないですか家に。いや、いないいない。増加部とほとんどあんまりやってない。いただいたりした幼虫はいたりするけど、やっぱ安いね。イゲール四角アガタ、これもかっこいいやつ。委託のやつだからね、そう俺が見れないけど、上からとかしか。四角はもうやりたいんだよな。あ、トカラもこれオレンジっぽいでしょ色。あ、本当だ。これなんか夕日のような、夕日から生まれたんかっていうような。トカラってかっこいいですね。かっこいい。悩むな、ミスったな。こんなゆっくり見るもんじゃなかったな。やっぱ可愛いでしょ、リチャードソンジリス。具志堅カメラ忘れてる。俺だいぶ近づいてるから。わかんない、もしかしたら鎖骨あたりしか映ってなかったかも途中。ソンジリス見すぎて。こんな動物いましたっけ。そう、これ一時具志堅来ない間に来たから、もう今のアイドル一体の可愛らしい、可愛いよね。プレーリードッグみたいな感じの、このリスとかこういうタイプのやつを両手で食う感じで、あーなるほど、お行儀いい感じがすごい可愛いよ。困るよ、できれば出会いたくなかったな。考えてしまう。恋じゃないですか。いやもうほぼそうよ、うん、仕事も手につかなくなる。出会いってそういうことだからな。あすぎょー車になってずっと価格安定してるよね。でっかいやつだとなおさら。ツヤクはあんま詳しくないんだけど、やっぱもうちょっと王様のイメージ、ツヤク若いの。オオクワガタってこんな値段するんですか。これも血統もある、SR 血統っていう。ビッグって書いてある。そ
イズは。サイズも84ででかいし。でかいよな。SR ケットっていうのが、まあそのもっと詳しい人からしたらもしかしたらそこにも細分化あるかもしれないけど、はい、今のところ一番でかくなるケットみたいな感覚かな。決まりました。あ、本当ですか。あんだけ喋ってて、喋ってるだけじゃんこいつと思ってるでしょ、具志堅も。はい、ちょっとなんか場所案内して、いやもうそのツアーの案内の人かよみたいな感覚、旗持ってないだけでと思ってたでしょ。もうその中でもう目で見ても金額とかも計算して実はもう選んでたから。すごいっすね。ちょっともう一周していい？いやいや、もう確定したみたいな言い方だったから、もう最後にね。そう本当にこれでいいのかと。ちょっと話すことに夢中で何も見てなかったからもう一周していい？いやどっちなんだよ。なんだ今のツアーの人じゃないんだからっていうくだり。いや嘘、冗談ですよ。じっくりもう一回ちょっと考えるってことですね。今のところマジでモンスターしか買ってないもんな。あのボケのためにビーカーもね、その最新号以外もこう古いやつがもう、うわ17、何大きさ、あ、大きさ2017、俺持ってないかも。あ、持ってるか、さすがに。そこに中見れないからね。うん、三森さんも乗ったと言われる。そう、何回だったか忘れたけど、夢ではあったからな、憧れの部分。そう、意外とね、やっぱ昔のやつとかに最近こうツイッターとかでも話題になってるようなことが意外ともうほんと最初の頃に乗ってたりとか、そういうこともあってるというか、そうあったりするから。抑えてるんですね、大体は。やっぱ無視者すごいよね。そう考えると無視者が出してる。ああ、そうなんですね。そう、選び方とかはあるんですか？まあ目が、うわすごいな、これ目がやっぱ柔らかい、ちょっとなんか柔らかそうなやつで、例えばこれとか芯が多いでしょ。ここの部分、中心の硬そうな部分、これ芯がある。あ、リンゴでいう食えない部分とかあるじゃん、あの感覚で、が太いやつだったり細いやつだったり、こっちの方が分かりやすいか、これとこれみたいな。あ、集結してるみたいな部分が、広いやつと狭いやつある。まあこれも別に狭いけど、狭いやつがいい、個人的には。ちょっと爪立てた時に爪がちょっと食い込むようなぐらいの、やっぱ硬いやつ、周りが硬いやつもあるから、言ったら売れ切ってないとか感覚で言うと。あとはもう木と会話、お前はどうしたいって言ってるでしょ。これも、そうそうそう、これが木の声。そう、木の声。だいぶ、僕にもはっきり聞こえますよ。そう、あ、聞こえる？僕、素人だけど。クワカブの部屋で長年やってるから。あ、聞こえるようになるんですね。そう。かわいらしい声でしたね。そう、結構幼い。やっぱ木の中で言ったら若い方だから。あ、木って何千年も生きるわけだから。あ、まあ、何百年なのかな、わかんないけど。俺はね、四角はね、二股系、表面に産むタイプのやつが多いから、やっぱ柔らかめの材だけど、種類によっては硬い材の方がいいやつもいたりするから、感覚、まあそんな、これ、分かりやすいので言ったら、こう、見た感じ、密集してる感じあるやつと、スカスカな雰囲気ある感じのやつ、断面の感覚、なんかそういう部分でも選んだりする。こっからブリードが始まってるんですね。そう。そうで、これも別に今年使うかどうかも分かんないし、で来年もやっぱいい材が入ってくるとも限んないから。なるほど。だから購入したやつの中でも感覚で言ったら1軍2軍みたいな分けたりもする人もいると思 う, そういろんな材使う人はある。ただね、この日に例えばベスト5買うとするじゃん、はい、1位から5位まで決めて、次の日見たらその1位から5位変わる、全然。次の日、うん、そう、もうどれ1位にしたかは分かんないぐらい。そう、まあとりあえずいい材を買うみたいな。結局もう自分の目なんてその日の気分でもあったりするから、とりあえず要点で言ったらこう、僕、俺の中で四角は結局柔らかい方がいいから、程よく身が詰まってる感じの質感、軽い結構軽めの芯が少ないやつみたいな。はい、4本だ。はい、でここもね、しれっとなんかたまに突然新しい便利グッズみたいな、
便利グッズみたいなものなんだけど、こうシールで管理するみたいな、もう産地とか手で書かないでいい、あそこに項目があってそれに記入すればいいみたいな、はい、なんか園芸とかやってる人が持ってるようなやつとか、こんなのも、そう、これとかね、そのするためのお祭りごまとかをするようなやつ、これももう土を片詰めするやつ、俺が拳でやってるやつ、それをさらにこう片詰めするようなあの、しやすいやつ、これもあの坂田がねよく使うパン切り用の包丁。え、なんでこんなのあんだろう、パン禁止ブロックとかの膜とか削ったりそういう時に使ったりすると思う。もう産卵マット、ちょっと産卵セット組まないといけないやついっぱいいて、結局この産卵マットがやっぱ一番成績いいからこれにする。具体的に何の種類やるかまで決まってるんですか。まあでも大型系の兜、ヘラクレスとかかな、今の時期だと、はいはい、まあ、兜用のミヤマとかもいけるんじゃないかなと思うけど、ね、分かんない、やってないけど。生態のとこ来ましたね。ちょっと真剣になってるわ。いいですね。オッケーか、オッケーです。ちょっと少ないけどね。店長に怒られるんじゃないですか。怒られるかもしれない。それでこれで、はい。今年ってやっぱインドネシア便はだいぶ少なかったですか、例年に比べて。許可は下りないです。あ、許可が下りない。輸入の方もなかなか、もともとランバージャック自体でも入荷させてたってことですか。うちで年間何で入れるんだろう、多いとしたら10ぐらいやったけど。10? あ、10回ってことですか。10回ぐらい。うわ、数で言ったら何分の何ぐらいだった。今年、はい、今年は2月が最後で、お2月にもともとイベント用に1000ペアぐらい入れたのが最後に。うわ、1000ペア、それでもすごいけど、多いすごい数だけど、相当少ないってことですよ。それでトータルで見たら結局許可が出なかったから、いうのずっとうちは止まってるね。うわ、早く復活してほしいですね。ね、あとはだって生まれ便が少し来たぐらいだし、確かに、うん、それ以外は全然ほぼほぼ、ああ、うん、すごい。このままだと、あの、もともとカブトムシゾーンだった場所がゴキブリなんですけど、ゴキブリに侵略される可能性があるから、ああ、八村さんみたいな、市中ゾーンになっちゃう、市中ゾーンになっちゃうから、八村さんとかが喜んじゃうから、このままだとね。あ、じゃあこれ、お会計で、はい、いや、すごいな、復活してくれたらいいですけど ね、願うばかりだけど、うん、5230ないです。これ少ない感じするかもしれないけど全然麻痺してるのか。そうそうそう。僕は確かにここでいつもこの画面を映すときすごい金額になるイメージ。やっぱもう備品だけしか買ってないから、店長も手際がいいね。早く帰れと言わんばかりに。使わない客は、使わない客はすぐ。いやいやいや、違う、言い方は、ね、悪いけど、俺だからの話。すごいな。ちょっとまた、いろんな動画多分、はい、今後撮らせてもらうんで。え、ちなみに今年、福袋の予定とかってあるんですか。もちろん、一応、まあ、うん、そう、対策練りつつ、練りつつ、一応準備はもう始めてはいるんですか。ああ、ぼちぼちブリードとか、おー、楽しみですね。今、まあでも10月からやるんですね。そうそうそう、だから福袋に向けて幼虫取ったりとか、そういうのもあるだろうから、はい、そう、楽しみにしてるんで。ああ、行ってますもんね、うん、友達に並ばせて買わすから。ああ、そうそうそう、そういうのもあったし、そう、めちゃくちゃ K さん、K さん、ね、そう、K さんとかね、その前で言ったらもっといたからね、S さんとか、ね、何年か前。友達に並んで買ってもらう。そう。ちょっと今店長がたくさん泣いちゃってあれなんですけど。店長が泣いてたんですか。そう。全然口動いてないですけど。だから福袋とかもあれだけど、まあもしかしたら今年入荷する予定まだ。まだわかんないね。まあそこも祈りつつ、はい、まあ飼育品とかがちょっと入る可能性はある感じです。そう、そこをちょっと楽しみにしてもらって。はい。
でも生態あんまり映してないですけど、あの概要欄にあの生態動画、うん、あの店内動画も載せとくんで、よかったら気になった方は見てください。で、うん、ランバージャックさんはホームページ、ツイッターも載せとくんで、そこから飛んでみて、ちょっと店長にたくさんお金を使ってあげてください。はい、そう、まあ、店長というかランバージャックに貢献した方がまあ、うん、そうそうそう、だから具志堅もプライベートでぜひランバージャック使ってもらって。ちょっとまだ買うもの見つからなかった。一周しました。あ、見つからなかった。まだちょっと考えさせてください僕。でもリチャードソンジリスめっちゃ、いやいや珍しいなと思って初めて見たんで。まあそうか、まあ、その家で買うかどうかはちょっとまだ、あ、ぜひ考えさせてください。店長がもうそういうのになればもう一瞬で店長がついてくれるから。そう、圧がすごいんだよ店長に。本当にもう家具屋さんみたいな感じで隣つきっきりでそうアドバイスしてくれる。あ、それはありがたいです。そうそう、いろんな相談も乗ってくれるんでぜひぜひ、はい、まあ、具志堅のみならず皆さんも、はい、話しかけてみてください。はい、はい、そんな感じで今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。